今日はガクトさんにお越しいただいて、お越しにいただいてって言ってもガクトさんのお前がお邪魔してんだよ。お前がお邪魔してんだよ。そうですよね。もうなんかくつろぎすぎちゃって逆に来ていただいたんだと思っちゃった。ガクトさんのですね、実は今回 YouTube チャンネルとコラボしていただけるっていうことでありがとうございます。そして、今年発売になったガクさんの新刊ガクト超思考術がですね、また増刷になりました。ありがとうございます。そうですね、本当にね。いや、なんかもともと1年半前にガクトの勝ち方って こちら出していただいたじゃないですか、はい、で、まあ、から1年ぐらい空いての新刊だったんですけど、はい、通常これは出版業界でよく言われることではあるんですけど、同じ著者でどうしても1冊出して2冊目って部数がグッて下がっちゃうんですよ。だいたい1冊目が売れたとしてもその半分を目指せれば成功って言われてるのが、まあ、いわゆる出版業界でいう、まあ、言われてることなんですけれども、実は今回初版からガクトの勝ち方がの初版よりも全然大きく、その発売から翌日にはもう増刷をして、で、その数日後にまた増刷をして、で今回また増刷っていうことで、まだ1ヶ月経ってないぐらいなんですけれども、ものすごいスピードで増刷を開始してるっていう。ベストセラーになってよかったですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。一安心ですよ。いや、昨日 Amazon 見せたらもう売り切れになってましたからね。まあ、ちょうどガクさんに CR25 のインタビューとか出ていただいたじゃないですか、はいはい、あれが2本連続で Twitter トレンドにも入って、もうそこでもまた再浮上でバーッと、それはそれはで、いろんなランキングにも今いろんな書店のランキングに入ってて、先日も王様のブランチでもランキングで紹介されて。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。あ、ご存知なかったですか。はい、うちの社内ではもうわーって盛り上がってましたね。出た。ああ、そうですか。もう誰もそんなこと一言も言ってくれないんでね。うちのスタッフはもうなんか僕には興味がないんで一言も言ってくれないんですよ。そういうこと、はい、悲しいもんですよ。でもガクトの勝ち方も僕ガクさんに直接10万部突破した時にご連絡した時もそれはそれはぐらいでしたよね。はい。あまりそういうのは意識されない感じなんですかね、何部売れる動向っていう。意識しない、全く意識しないかっていうとそうではないんだけれども、うん、そこを意識してやるなら違うやり方するかなっていう感じかな。なるほどなるほど。その仕掛けるっていうことも含めてやらなきゃいけないから、はい、それはこっち側が全部任せてくれるっていうんであればもちろん意識はするけど、うんうん、僕は書くだけ、うん、だけどもう売るのは自分たちでやりますっていうんだったら、はい、僕は意識しない。なるほどなるほど。言ったことやれんのっていうだけ。怖い怖いですね。そっかそっか。そうですよね。もちろんその売る広めるっていうのは出版社側のミッションではあるんですけど、はい、やはりガクさんのご協力いただいた方がより広まるとは思うんですけどね。まあまあ、その協力の仕方をどういうふうに求められるかにもよるし、はい、どこを目指しているのかにもよるし、どれぐらいを目指しているかにもよるし、うん、はい、そうですね、うんうん、まあ、出版業界で言えばまず本が増刷するっていうのは一つの大きい目標なんですよ。うん、で、まあ、それはもうすでに叶ったので、うん、で、まあ、次の目標つったらやっぱ10万部なんですけど、もうそれももう見えてしまったので、うん、そうですね、その先、まあ、というか僕の求めてる数字とやっぱ違うね。どういうことですか。一桁違うもん。一桁違う、うん、どのぐらいですか。100万いきましたって言われたらすごいねって言うんじゃないかな。それでもすごいねですか。なるほどなるほど。そっか。でも僕はちょっと考えてみたんですよ。もともと
あのミュージシャンの方が書く本ってあまりその出版業界と相性が良くないって言われてるんですよ。ファンの人は CD 買いたいじゃないですか、何かを買うとするならば。あ、その考え方も、はい、もう古いよ。古いですか。古い、ファンの人は CD 買いたいって CD 売ってないもん。まあそうですよね、うん、でもその例えばミュージシャンのそのファンの方とかってまあいろんな選択肢あるじゃないですか。グッズを買うとか CD 買うとかライブに行くとか、うん、でその中に本ってそこまで優先順位が通常で言うと高くないんですよ。でもそれはミュージシャンだからだよね。そうですね、僕はミュージシャンっていうカテゴリーに収まってないじゃん。そうですね、うん、表現者っていうカテゴリーだから、うん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 、だからもちろん歌もやるしミュージシャンとしての活動もやってるけれども、はい、いろんな場でいろんな表現ができればいいなと思ってやってることが多くて、うん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 、で例えばそれはビジネスにおいてもそうだし、まあそのカテゴリーに収まってない僕をそのミュージシャンというカテゴリーの中に合わせて比べる、うんうん、っていうのにはちょっと無理があるかな。でもその今あったその表現者っていうところでもなんか今回その改めて2作連続ベストセラーってなって、まあ言ってしまえばどちらも10万部を超えてしまうってものすごいこ、まあ、ことなんですね本来、うん、でそれってこうファンだけではなくてそうじゃない人もその本が気になって買って読んでいるっていうことじゃないですか、うん、どちらの本もこれだけ多くの人たちに共感を得ていろんな方が買って時間を割いて読んでもらえる。で他の本と何が違うのかなと思った時に大きな一つの違いとして自分の中で気づいたところで言うと、ヤクさんって本の中で全てをやれとかこうしろとか言い切るじゃないですか、うん、でそういう本がそもそも珍しいんだなって思ったんですね。著者の人たちって最終的に、まあ、例えば読者の人からお前にそんなこと言われたくないよって言われるかもしれないとか自分の考えが必ずしも絶対正しいかどうかは分からないとか、まあ、いろんなものも含めてだから言い切らないんですよね。でガクさんの場合、まあ、そのガクさんは文章の中で思うっていう言葉を使わないのと同様に例えば何かをアドバイスするにしても普通の著者だと僕はこうしてますよとか僕はこれがおすすめだよぐらいにしか言わないところをやれとかやめろとか言い切るじゃないですか。例えばねこの本が僕の勝ち方ガクトの勝ち方っていうタイトルや、はい、学徒の超思考術っていうタイトルじゃなかったら、はい、いわゆる一般的なビジネスの、うん、その成功の仕方みたいな、うんはい、であればそういう言い方もあるのかもしれないけど、うん、学徒はこういうふうに考えて生きてる、うんうん、だから学徒なんだよっていう、はい、ところだと思うんだよ、はい。学徒っていうのは単純に名前を表すのではなくて生き方を表すものだから、でじゃあみんな学徒になれんのっていう話で言うと、うん、その考え方とあとは行動を伴えばなれるよって、うん、なるほど結論で言うとね、うんうんうん、ただきついぜそうですよね、うんっていうことだと思うんだよ、うんうん、だからガクトって何って言われたらライフスタイルだと思うんだよね。ほうほうガクトっていう、はい、ただきついぜって、うんうんうん、もちろん人よりかはそのお金を持ってるかもしれない、はい、有名かもしれない、はい、でもそれに伴って失ったものもたくさんあるから、うんまあ、得たものも多いけど失ったものも多いよって、うんうん、そのバランスも含めて、うんそういうふうに生きたいっていうなら、はい、こう考えるべきなんじゃないかってこういう思考で生きるべきなんじゃないかってことだと思うんだよ。なんかしかもね分かってもらいたいのはガクトだからじゃないんだよね、うん、こうだからガクトなんだよっていう、うんうんうん、なるほどなるほどそうガクトだからできたんだではないっていう、うんこうだからガクトになったんだよっ
ていう考え方であって、まあ、一つ結果であって、はいはい、僕は何ら特別でもない、うんうん、何ら特別でもないし何かの才能にあふれていたわけでもない、うん、単純にこの考え方とこの思考と、うん、思考パターンとあとは行動があっただけ、うんうんうん、まあこれで言うならみんなの代表じゃない、みんなの中の、まあ、代表であって、その代表がとりあえず 最初に口火切っただけの話であって、うん、でよく思うんだけど、そのすごく才能にあふれてるとか、うん、才能あるよねとかっていう言葉を昔からその言われてたけど、はい、何一つ才能なんていうのは感じたこともないし、僕は僕自身が凡人代表。それは才能に頼ってないってことなんですかね。才能なんていう言葉は僕のレベルで使うものではないっていうこと。そんな低いレベルじゃない。もっともっと上の話だから。なるほど。だからどうやって考えるか、どうやって思考をクリエイトするか、どうやってその思考をもとにライフスタイルを築いていくかっていう、うん、なんていうんかな、凡人代表、うんうん、やった結果こうっていうなるほどなるほど、そうですね。でも確かに目指す学徒という生き方で目指すものがあるときに、こういう方法こういう思考でこういうちゃんとそれに対して行動が伴い、うん、怠らなければ確実に結果は伴ってくるよっていうのことを示してますもんね、うん、でもなんかその本の中で、まあ、もちろんその学さんが表現者であり続けたっていうこともそうだと思うんですけれども、あ、伝え方のプロだからが書いた本だから伝わるんだなっていう、もちろんその言葉じらの表現の仕方もそうですけれども、本を通してのこう本当にこの人に伝わんなきゃ意味がないっていうことを、まあ思考術の中でも書かれてますけど、その相手に伝わなかったら何の意味もないっていう、そうでもね、これねすごい最近思うことで、はい、一理あるなって思ったのは、うん、昔はさパーソナリティっていう言葉があって、はい、喋ることをその仕事にしてる人たちをパーソナリティっていう、はい、まあ、なぜか肩書きがついて、はい、まあ、その後にラジオ DJ だったりとかいろんな言い方が増えたんだけども、はい、喋ることを仕事にする人たちって、まあ、伝えることを仕事にする人たちと非常に似てるなっていうところもあるんだよね。でこれってどういうこと、何が言いたいかっていうとね、プレイヤーとコーチって違うなって思ったんだよ、はいはい、だから名プレイヤーだから名コーチになるのかっていうとそれはちょっと違う、うんうんうん、もし本当に名プレイヤーが全て名コーチになれるのであれば、みんないいコーチになってるはずじゃん。はい、そうですね。だけど名プレイヤーでありながらコーチとしては目が出ない人もいっぱいいて、うん、人に物を教える、もしくは人に物を伝えるっていうことが得意な人と苦手な人、うん、もしくはプレイヤーとしては目が出なかったけれども、うん、教えるっていうことや伝えるっていうことが特化した人たちもやっぱりいっぱいいて、うん、はい、何が言いたいかっていうと、ここ最近僕はそのクラブハウスって呼ばれるアプリをやるようになって、はいはい、クラブハウスってすごく面白くてさ、はい、いろんなルームでいろんな話が聞けるんだよ、はい、でそれぞれのプロが、まあプロって言ってもレベルはあるんだけども、うんうんうん、それぞれのプロがその業界においてのね、それぞれの業界でそれぞれの専門分野でのプロがそこに集まっていろんな考え方を述べたりとかするんだけど、うん、やっぱり僕が如実にすごく感じたことっていうのは、はい、みんな伝えるの下手だなって、正直思った、はい、まあ、何が言いたいかというと、今は流行りという、うん、流れがあるから、
ブワーってみんな入ってルームを作って、で自分で話し始めてみたいなのがあるんだけど、このクラブハウスって特性上撮ったものを編集するっていうことがそもそもできない。はいはい、YouTube みたいに撮っていいとこだけをつまんでっていう編集スタイルじゃない、うんうん、つまりその場その場で考え方を明確に的確に伝えられないと聞いてる側もなんか鬱陶しくなるんだよね、うん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 、この人の話を聞きたい、もっと聞きたいって思わせれない、うんうんうん、そうなるとそのルームの必要性やその人が話すことを聞きたいと思う人がいなくなってくるっていうことなんだけど、うんうん、そうですよね、うん、だから昔からラジオでそのお笑いの方たちが、うん、まあ、長い年月、はい、ずっと自分のチャンネルを持ち続けてる人いるじゃん、はい、松本さんもそうだし、うん、でずっと需要があるわけさ、はい、それってね、うん、すごいことなんだよ。そうですよね、実は、うん、その人の話を聞きたいと思う人がいるっていうのがすごいことなんだよ、はい、うんうんうん、だから今本当にクラブハウスと呼ばれるものが始まってね、サービスが始まって、みんないろんなところでいろんな話をする、うん、いろんな話が聞けると思って、うん、今はバッとこう盛り上がったから、うん、いろんな人たちがこう聞きに来るんだけど、うん、はい、実際のところ残る人っていうか、そのスピーカーとして残る人たち、うん、ごくごく一部だろうなっていうのを、この数日クラブハウスをちょっとやってみたり、はい、見てみたり、まあ、見てるっていうか聞いてみたりしたこと、うんうん、まあ、経験したことによってすごく大きく感じた。確かに一般的にはこう何かを喋ってそれが相手に伝わらなかいと、あの人には伝わらないって受け手のせいにしちゃう時とかも一般的にはあるじゃないですか。お客さんの場合こうそれはあくまでも伝える側が伝えれなかっただけのことっていうふうに、うん、こう自分側に伝える側に責任を感じるようになってるじゃないですか、うん、今回その本を、まあ、編集するにあたって、普段だとこの本がちゃんと世の中に伝わるかなどうかなとかって半信半疑というわけじゃないけど、伝わるといいなって思いながら出すんですけど、学津さんの本に関してはこう確信を持って、あ、絶対伝わるっていうのを持って出せてるんですね、毎回、まあ、この2週間。いや、それは傭兵が思ってることで。いや、でもそうなんですよ。でも僕だからなんですけど、それは傭兵が思ってることで、僕はそう思ってないもん。いや、まあ、そういう意味では、僕は、まあ、編集する側の立場として、ガクさん、まあ、言ってしまえば僕ってガクさんの一番弟子みたいなもんじゃないですか。一緒、勝手に決めるのもう4年間も散々勝手に決めるなよ。いろんなことを教わってきたじゃないですか、講師ともに。で、まあ、本だけではなく、いろんなことにアドバイスいただいて、本に書いてあることとかも、まあ、いろんなことを教わった中から、こう、実際自分がそれを、やってみて、あ、実際こういうふうにビジネスが大きくなってとか、身をもって体験をさせてもらったものを編集するわけじゃないですか。まあ、それは、まあ、確かに他の著者とは違うかもね、うん、例えば編集に携わる人たちって、はい、今まで過去僕はいくつかの本を出してるけど、はい、インタビュー形式で話をするじゃん、はい、そうするともう話をした段階から、はい、いやそれはもうガクトさんだからできるんですよねっていう、はい、そこが入り口なんだよ、はい、その入り口感がものすごく疑問があるというか、やろうとしないっていうか、だからなんかどんな話をしたところで、そうですか、すごいですねっていう話でその人で終わるんだよ。そこから先に届けようっていう気はないんだよね、ほとんど。あとはその人の仕事は上手にまとめようなんだよ、うんうん、僕の話を、はい、僕が1時間した話をいかに文章の何文字っていう制限に合わせるっていうことがその人たちの仕事であって、はい、読む人たちに僕の代弁者で届けようっていうところまでをやろうと僕はしてないと思うんで、うんうん、ほとんどが。で、僕の印象は届けるっていうことは、うん、
その自分も同じように経験して同じようにいやこれは本当すごいことなんだよって思う人たちが届けて初めて、うん、その人たちの言葉、うん、いや彼が言ったことってのはねっていうことに意味が出てくるんだけど、うんうん、なんていうのかな、彼はこう言いましたみたいなそうですね、うん、っていうそのテンションの違いもあると思うし、はい、熱量の違いもあると思うし、うん、でそういう意味ではその陽平がその僕の本をこうやってまとめた部分に関して言うと、はい、出会ってすぐじゃあ本やりましょうって話じゃないじゃん、はい、出会っていろんなプライベートでの付き合いや、はい、僕の仕事を横で見てたりとか、はい、僕がプライベートでどんな風に立ち振る舞って、うん、どんな風な考え方で生きていくか、うん、はい、些細なことも含めてね、うんうん、で僕がどういう風にスタッフと向き合って、うん、どんな風に女性と向き合ってっていうのをずっと見てるから、はい、で、そうですね、で食事はどんな風に考えてどんな風に食事をしてるかっていうのも全部見てるじゃん、はい、その上で例えばいやこれこれこんなことがあってこうだったんですよっていうのに対して僕が、はい、何言ってんのそうですね、いやいやそれはそもそも考え方がダサいよっていう、うん、このやり取りが何回もプライベートであって、そうですね、でその上でそうかじゃあこういうふうにやっとくもっといいのかって僕が陽平じゃあこういうふうに考えてみてこういうふうにやってみなよって言ったことを実際実践でやってみて、はい、しかも実践したところそれがすごくいい形で結果で出たっていうのが分かったから、うん、これは伝えるべきだっていう思いがその本に載ってるんですね、うん、だと思うんだよね、本当だよっていう確信がこっちにあるわけじゃないですか、うん、だから実際例えばアドバイスとかもガクさんの場合ってわざわざ例えばうちの店でも来てくださるじゃないですか、うん、で指摘してくださるじゃないですか、うん、で出会ったのが4年ぐらいですね、うん、でそこからもう早々に1回見に来ていただいて、うん、でそこで厳しいご指摘等々いただいて厳しくない厳しくないいいじゃないじゃなくご指摘から始まるみたいな感じだったんですけど、でも結果この4年で店は数十店舗増えましたよね、うん、でリサイクルとかの会社とかもおかげさまでっていう感じで、実際やってみて本当にこんな結果が出るとはっていうのをこう、まあそういう意味ではやっぱ一番弟子が編集するって、もう多分ガクさんの編集をするっていう意味では僕を勝手に一番弟子するんだって勝手に僕はもうだってガクさんから一番学んじゃってるんでっていうふうに思っているんですけど、でですね、今日なんですよ、僕ちょっともう一個気づいちゃったんですよ、ガクさん最近あんまりこの新刊の超思考術ばっかでガクトの勝ち方、さてはそんなに最近読んでなくないですか？なんで読んでなくないですかではなくて僕なんだいやまあそうなんですけど、ここにはこう読み込めば読み込むほどこう紐解くいろんな話が詰まってるわけじゃないですか。いやだから、はい、ガクトの思考術とガクトの勝ち方の、はい、まあ、違いがあるとしたら、はい、人生ってさ、はい、勝ち負けじゃないっていう人ってすっごいたくさんいるじゃん。はいはい、そうですね、うん、それって僕からすると最初から勝負捨ててんのって話なんだよ。うん、いやいやいやって、むしろ人生って小さい頃から勝ち負けの連続で来てて、うん、で負けてた人でも勝ち始めてうまくいった人たちがいるっていうだけで、うん、最初から最後まで勝たなきゃいけないっていう意味ではないよって、うんうんうん、ただしずっと過去も小さい頃から今も負け続けてる人が幸せな生活を送ってるかって言ったら限りなくその可能性低いよね、うんうんうん、そうですね、要は昔負けてたかもしれないけど今勝ってる人は今幸せだよ、うん、昔勝ってたけど今負けてる人は過去の思い出に生きてるよっていうことだと僕は思うんだよ、うんうん、はいはい、人生って基本的に勝ち負け関係ないじゃなくて勝ち負けに既存したものであるのも事実だし、その勝ち負けを無視して生きようと思うんだったらそれこそ山の中にもう一人こもって、うん、
ね、自分で自給自足の生活をするみたいな生活するしかないわけで、そこにもお金がいるよね。そうですね。分かってもらいたいのが、そういうくだらない言葉遊びで逃げなくていいから、ぶっちゃけ勝ちたいの勝ちたくないのっていうとこだと思うんだよ。お前は勝ちたいのか、勝ちたくないのか、負けたいのか、負けたままでいいのかってこれだと思うんだよ。そうですね。で、勝ちたいならどうやって勝つ方法があるのかっていうのの入門編が学徒の勝ち方だと思うんで、そうですよね。でも学さんそれに加えてあれですもんね、その負けず嫌いの人にボロ勝ちするのが大好きっていう性癖もありますもんね。すいません、はい。で、今日はですね、せっかくコラボしていただけるっていうことでですね、一つちょっと検証をしたいなと。言ってしまえば僕はガクトさんの一番弟子であり、世界で一番ガクトの勝ち方を間違いなく読み込んでる男なんですよね。で、今回の検証はですね、ガクトの勝ち方を世界で一番読み込めば、ガクトに勝つ方になれるのかなっていうところで、ちょっと勝負を挑みたいなと。まあ散々負けてきました。ポーカーしかり、その他いろんなもの負けてきました。ついに整った気がします。読み込んだんで。最近読まれてないですよね。はい、思うんだけどさ、はい、バッドプロモーションだと思う。いやいやいや、だ分かってらっしゃる。本当にだって読み込んだらガクトに勝てるのかって言って、負けたら読んでも意味ねえんじゃねえかならない。大丈夫。いやいや、なりますよ。だから大丈夫ですか、勝っちゃって。そこは。何なんだ、そこ。面白い。いいんですか、勝っちゃって。いやいやいや、僕は、別に、ね、僕は売られた喧嘩は買いますけど。ちょっと待って、喧嘩じゃないですから、喧嘩売ってないですからね。喧嘩売ってないんですけど、対決を。あ、OK。じゃあ、売られた勝負は買いますけども、はい、僕が勝ったことで、本は売れなくなりましたっていうのやめてくれよ。まあ、ということは、まあ、いろいろ大人的な差し方をしていただければいいんじゃないかなと。そこはなんだよ、それ。あくまでもこの動画、この本のプロモーションを兼ねているので、ガクトの勝ち方を世界一読み込んできた男がガクトに勝つ方になれるかっていう検証です。読むだけでね、人生が変わるならそんな楽なことないよ。いや、でもなんか、まあ、結論だけ言うよ。もうじゃあもう本読まなくていいや。いや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 、どういうことですか。どういうことですか。いやいやいや、もう本なんか買わなくていい。いやいやいや、買いましょう。もういいよ。いやいやいや、もう本なんか買わなくていい。僕だけ見てればいいよ。いや、でもそういったね、今日はその検証をさせてしていただきたいと思ってます。本当強引だよな。勝負しろっつって負けろっつったりさ。ガチではなくさせてください。まあね、僕ね、はい、そんな生き方ができてたら、はい、こうなってないから。そうですね。テレビ業界で生きてここまで来れたのは、はい、これに関して言うと奇跡だからね。いや、そうですね。奇跡。これは、ね、この芸能界っていうね、はい、本当チーム毛量が、ね、たくさんうるいて、はい、一見劇にすがって生きている方たちの中で、はい、僕らみたいなね、はい、大型の事務所でもなく、もうただ僕しかいないね、個人事務所で、はい、芸能界でこんな風に生きてこれたのは、いや、そうです。これは、はい、奇跡なんだよ。うん、あのね、もし僕がね、今みたいな余平が言ったように、はい、察して生きれるような人間だったら、僕はね、もっと俺、大きな、ね、事務所に所属して、はいはいはい、生きてる。なるほど。まあじゃあ100歩譲ります。察していただくのが、なんで上から見せるの。いや、察していただくのが難しいんであれば、何で勝負するかというジャンルはこっちでね、決めさせていただいて、本当になんかどうしても勝ちたいんだよ。どうしてもどうしても勝ちたいんですよ。本当に勝ちたいんです。
なので、はいはい、じゃあもう僕の負け。勝ったぞ。いやでもちょっとね、ジャンルをこっちで選ばせていただいて、はい、っていうことで、はい、あの福さん、学生時代何部でした？部活？部活入ってない。あ、帰宅部、はい。ありがとうございます。勝たせていただきます。サッカー対決よろしくお願いします。拍手小さ。盛り上がりの少ないこと。かつ多少運にも頼ろうかなと思って PK 対決を今日お願いできればと思っております。何としても勝ちたい。いやもうそうですよ、帰宅部に PK で負けた日には、いやもう今日は絶対全力、もう全てねここの中にヒント書いてあったんで読み込んできたんでバッチリ勝たせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。頑張りますよ。ありがとうございます。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.